こんにちは、速稼塾の久保です。今日も心ないコメントが来たんで、まあすごくねファンタジーだなと思いながら、まあでもねコメントいただけるってことは嬉しいんですよね。私はね、どんなことでも。じゃあちょっと紹介していきましょう。これです。ネズミ講ですね。給付金で煽ってのモッピーですか。見る価値ありませんよ皆さん、と書いてますね。ここで面白いのはね、見る価値がないよと言いながらこの方ねずっと見に来てくださってるんですよ。だからねすごくねユニークというかね、まあ、こういう方はね大切にしたいなと思いますよね。まあ大切にすると言っても別に何もすることはないですけどもね。いや本当にこの方の言う通り、私の動画なんてね見に来てもしょうがないですからね、もう見に来ないようにしていただければと思います。特に見に来てもしょうがないよって言ってる方が一番最初に見に来ないのが一番だと思うんですよね。まあなんていうのかな、その私の動画がねネズミ講に見えるということでしたらそれでも構わないんですけども、これネズミ講とも書いてますんでね、これネズミ講と書いているということはネズミ講違法行為ですから、私がね犯罪者だと言ってることになるんですよ。この方大丈夫ですから、こんなこと書いちゃって。私の気分一つでねこの方の IP アドレスを開示して有罪にすることができますからね。まあだから皆さんね、書き込みってなんかね無防備な人に対して自由なこと書いていいような気がしますけども、まあ公然侮辱罪というのはないですけどもね、まあそれに類するものに当たりますんで、表現は気をつけた方がいいかなと思います。このネズミ講というのはねすごいですね。どこからどうネズミ講なのかということになりますけども、まあこの立証ができない限り、この書き込みをした方っていうのは非常に危ない立場になります。私の気持ちがね今こうやってユニークな方に触れてるからいいですけども、たまたま機嫌が悪かったらね、私はこういうの得意ですからね私も会社の経営者として多くのお客様も抱えてらっしゃいます、抱えておりますしね。で弁護士さんとかね司法書士さんとかいつも顧問でついてますんで、相談したらもうその日のうちに手続きされちゃいますんで、これは別に脅すわけじゃなくって、いろんなこといろんなところでねはげ口のように書かない方がいいんではないかなということと、もしね皆様の中でも何かねインターネットで活動してきて自分を傷つけるような発言とか、自分にもう濡れ衣と言いますかね、根拠のない発信をされる方がいましたら、これはね防御できるんだよってことをね基本今回お伝えしておきたいと思うんですよ。例えばコメントに今回ネズミ講って言葉が書かれてましたけども、ネズミ講って言葉をね書かれてねすごくショックを受けて、もうねインターネット見るのが嫌だとか、スマホを開けることができませんでしたってなると、もうこれはね精神的被害を要求することが出てきちゃって、このね精神的被害っていうのはその損害賠償額っていうのがね天井知らずですからね。まあそれを悪用して因縁をつけてる方もいるみたいなんでね、まあくれぐれもね人をこう追い込もうとかね、人を傷つけてやろうっていう意思で書くんだったら、それはちょっと用心した方がいいかなと。あらぬこのね思わぬような反撃が来ちゃいますんでね、まあ、世の中にはね知恵の働く人とかもいますんでね、私はねこう全ての書き込みがね、まあ、自由にしてもらいたいなと思いますし、まあ一瞬なんかそういう風に感じちゃったのかな、書きたいのかなってむしゃくしゃした気持ちっていうのも理解できなくもないんで受け止めますけども、まあ あんまりこれはね私に書くんだったらいいんですけども、他の方に書くとねひどい目にあっちゃうんで、まあ用心した方がいいかなと思います。まあ、いずれにしましても見に来ない方がいいというふうに書いてますけども、この方ずっと見に来てくださってるんでね、これが私ね、まあなんですかね、気になるんでしょうね、ファンの意識なんでしょうね、こういうのもね。全然ね、これ小笠原さんですか、小笠原さん、私はたまたま今日は怒ってないですからね、どうとも感じてないですからね。でもこれからねあんまりこういうことね書かない方が、まあ書いてもいいですけどね、まあ、覚悟してやってらっしゃると思いますんで、これでもうスクリーンショット撮りましたんで、これ用心してくださいね、これ本当にね、これ危ないですよこういうこと書いたら。私はね全然こういうのはね闇に感じないんですけども、これをいろんなところに書いてるとしたら、いつかね大きな過ちにつながるんじゃないかなと思って、ちょっとだけねおせっかいながら心配になっちゃいましたね。ということで今回も動画の方が1本できました。ありがたいなと思っております。まあ、まさにね給付金で煽ってモッピーってのはね面白いですねモッピーって詐欺なんですかね。モッピーはあなたも現金が手に入りますよって話なんですけどもね、このモッピーを誘うと詐欺になるというね、詐欺じゃないネズミ講になるというね新しい切り口だなと思います。そして給付金で煽ってって言いますけども、実はですね給付金の動画って多くの方が見たがってるんで私も作るわけですし、新しい情報が入ったんでお届けしたんですよ。まあ、こうなるとその YouTube をやってる人はみんな煽りになりますよね本当10万回転100万回転させてる人なんでね、もうまさにはじめ社長なんて全部煽りですよね面白いものを作ったりとか、視聴者さんが喜ぶものを作ったら煽りというふうに言われてしまう。これもねなんかこのあらぬ疑いと言いますかね、
なんかその発信者を萎縮させるような攻撃であると捉える方もいるんではないかなと思いまして、今日の動画とね、それから書き込みのための注意点というのをね、もう本当にお伝えしたいと思いますけども、本当にね、意識してないかもしれませんけども、これはちょっとね、犯罪やでと、この書き込みは人を傷つけてるんだぞとかね、それこそね、木村なんとかさん、テラスハウスですか、あの方も書き込みによって人はね、死んでしまったという例だと言われてますけども、今回書類送検されてましたよね。書き込みって結構ね、そこまで行っちゃうんですよ。どういうふうに受け取るかっていうことが大きいですからね。皆さんどういうふうにお感じになります？励ましのコメントって結構ね、いただくんですけども、意図して貶めてやろうっていう書き込みっていうのはね、書く方も相当なエネルギーがいると思いますんで、頑張っていただきたいなと思いますね。はい、それでは今回は、なんかわかんないけども動画にしました。いってらっしゃい。